前回のビデオで自作したポータブル電源です。入力はソーラーパネルと USB Type-C に対応し、今回の改造で PD100W も可能になりました。出力はインバータは内蔵していませんが、シガーソケット両方で 150W まで対応します。容量 150Wh のリン酸鉄リチウムを使っています。充電速度を測ってみました。使っているのは出力 100W の PD 充電器です。7時ちょうどにスタートしたので、およそ2時間で満充電できました。次に放電させて実際の容量を測定してみます。負荷に使っているのはインバーターに接続した 60W 電球です。 12V、 5.5A で 66W ぐらいの消費電力です。2時間5分点灯したので 137.5ワットアワーとなりました。前回のブロック図と今回のブロック図の比較です。充電電圧を 0.2V 上げて満充電を狙っています。充電をバッテリーに直結しました。充電効率が上がって充電時間の短縮になります。出力もバッテリー直結としました。ソーラーコントローラーの役割は太陽光充電とバッテリー電圧監視のみになります。ここに NTC サーミスターを取り付けました。突入電流を防止でき、これで 100W 充電が可能になりました。実際の NTC サーミスターです。この素子は温度上昇で抵抗値が下がります。冷えていると5オームぐらいあるので突入電流を防止できます。自己発熱で温度が上昇します。3つ並列でつけてやりました。電源投入後の電流の変化です。2倍速で再生しています。最大電流の 5A まで48秒かかりました。一度充電を停止させ直後に開始すると NTC サーミスターが高温になったままなので突入電流で動きません。3分以上放置してから接続してやると充電が再開できます。こちらが今回使用したパーツ一覧です。詳細は前回のビデオをご覧ください。ポータブル電源は家の中で車載機器を使えて便利です。これは LED に交換して余ったテールランプバルブです。
次回はこれを使って LED 交換前と交換後の消費電力を比較したいと思います。また安全のためにヒューズと電源スイッチも取り付けます。よろしければチャンネル登録お願いします。